新型コロナの感染が拡大し、島に来ないでほしいと呼びかける東京小笠原村に先ほど定期船が到着しました。定期船は週に2回の運航で、昨日東京竹芝を出港し、今日午前10時半過ぎ小笠原村に到着しました。村の感染者は累計で今月5人から10人へと急増し。

軽症者は自宅療養になりますが、症状が悪化した場合は自衛隊のヘリコプターなどを使い、およそ10時間かけ23区内の病院に搬送する必要があります。都の担当者は、搬送に時間はかかるが、他の自宅療養者と違う特別扱いもできないと、当初部の医療提供体制の難しさを話していました。